こんにちは、目黒区の自律神経救世主原町鉄骨院久松です。いつも動画をご覧いただき誠にありがとうございます。今回も自律神経の症状、その他の症状で お悩みの方にお役に立つ情報を提供いたします。今回はゴルフでのスイングを良くする体操について説明いたします。ゴルフのスイングで大事なのは、股関節のこういうねじっていく動きにプラスして、体幹のこのねじっていく動き、それが非常に大事になってきます。今回はこの体幹の動きにフォーカスした、セルフストレッチについてご紹介いたします。まず自分がどのぐらい体が動くのか、椅子に座った状態で立って調べていただけるといいです。もしくは立った状態でもいいんですけども、今回は椅子に座った状態で説明します。座った状態で手を前で手のひらを合わせます。そして左にねじっていきます。どのぐらい回るか。そして右にねじっていきます。どのぐらい回るか。このねじる具合をチェックしてみてください。そして、どのように体操をストレッチするかご説明いたします。これは、地面に長座した状態でやります。私今長座してます。この状態で手を上に上げます。この際に手のひらを外に向けてください。手のひらを外に向けます。そしてなるべく上がるところまで手を上げてみてください。手のひらを外側に向けて手を上がるところまで上げる。そして右手が上がっていたら左側のお尻を上にグッと持ち上げてください。これを3秒、1、2、3、3秒ずつ下ろす。これを10回やります。1、2、3、下ろして、はい、1、2、3、はい、下ろして4回目、1、2、3、はい、下ろして、はい、5回目、1、2、3、はい、下ろして、はい、6回目、1、2、3、はい、下ろして、はい、7回目、1、2、3、下ろして、はい、8回目、1、2、3、はい、下ろして、はい、9回目、1、2、3、はい、下ろして、はい、10回目、1、2、3、はい、下ろして。今度は反対側もやります。反対側同じ、手のひらを外に向けて手が上がるところまで上げてみてください。そして左手なんで、今度は右側の骨盤を上に上げていきます。1、2、3、はい、下ろして、はい、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 5回目、1、2、3、はい、下ろして、はい、6回目、1、2、3、はい、下ろして、7回目、1、2、3、はい、8、1、2、3、はい、9、1、2、3、はい、10、1、2、3と、こういう形になります。これで体の動きはどう変わるか、手のひらを合わせて前で、さっきよりもさらに動きやすくなってます。反対もさらに動く、体が動いていく感じがあります。これを、1日何回でもいいです。やってみてください。これにより体のひねる動きが大きくなり、ゴルフでの飛距離は改善していくでしょう。またゴルフだけでなく、腰痛をお持ちの方にもすごく有効です。またゴルフだけではなく、野球、サッカー、その他のスポーツにもすごく有効になりますので、ぜひぜひやってみてください。そして大事なのは、痛いのを無理してやらないようにしてください。痛いのを無理してやると、脳が攻撃されたと勘違いして逆効果になってしまいますので、そうならないようにほどほどでやってみてください。ということでですね、ぜひぜひ、ゴルフで飛距離を伸ばしたい方、
またその他のスポーツでも体の動きを変えてみたい方、やってみてください。今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。